教育格差。教育格差とは、生まれ育った環境により受けることのできる教育に格差が生まれること。経済学者の大竹文雄は、アメリカの研究によれば、親の所得階級による子供の数学の学力差は、6歳の時点ですでに現れ、その学力差はその後も拡大を続けるとされている。ただし、就学前に教育を受けていた場合、学校教育による援助は、 大きな効果があると指摘している。勝間和代は、東大生の親の収入は、平均約1000万円であり、東大合格者は、東京にある六年一貫私立校の生徒が多くを、占めている。教育格差は、再生産されていると指摘している。2010年時点。ミネイ也は、著書で、県民所得の高い都道府県ほど、 大学入試センター試験の成績も高く、逆に県民所得の低い都道府県ほど低いという傾向があることを述べている。また、日本の就学援助率と学力テストの間には、負の相関関係が見られることも示している。日本の学校選択制では、人気校を選ぶ家庭は所得階層が高いのに対して、不人気校に残る家庭は所得階層がそれほど 高くないという傾向も示している。こうしたことは、日本の教育機会が、親の階層や、教育水準によって左右され、教育格差がさらなる教育格差を生むという負の、スパイラルへとつながる、危険性を示している。一部の日本の私立大学では、付属幼稚園や付属小学校から大学までの一貫教育を行っており、付属学校に入学すれば、ほぼ全員が、 大学まで進学できるが、付属幼稚園や、付属小学校の学費が非常に高額であり、教育機会格差の象徴と言える。なお、青山学院大学の付属幼稚園から大学まで19年間の学費は、総額1、972万円。ただし学部によって、多少の変動がある。学習院大学の付属幼稚園から大学まで18年間の学費は、 総額1、601万円、慶応義塾大学の付属小学校から大学まで16年間の学費は1、750万円である。また、地域により、世帯の平均所得が異なることから、地域単位で格差が広がる傾向もある。特に地方より都市部において、教育投資が増える傾向で、高等教育の場も多くが都市部、特に首都圏に立地しており、 さらにその都市部の中でも教育格差が存在する。渦に関東の大卒立を掲載するが都心に近いほど大学卒業者の割合が高くなっている。ただし、足立区や川崎区などの例外も存在する。さらには全国学力学習状況調査、俗に言う学力テストの実施による高得点の都道府県と位の都道府県による 地域差も出ているだけでなく、国や各自治体の市長、知事や市長村長、教育委員会がそれを先導、序列付けし、マスメディアを通して、事実上都道府県の優劣をつけるというケースに発展している。南アフリカではかつて、アパルトヘイトと呼ばれる人種隔離政策が取られ、白人は国際水準の教育が受けられる学校への入学資格があったのに対し、 黒人にはその機会がなかった。アパルトヘイトの撤廃後、2008年に噂が行った調査では、白人の平均収入は、黒人の4.5倍となっており、経済格差の最大の決定要因は、教育格差と考えられるが、教育格差は、簡単に解消されるものではないとの指摘がある。経済学者のジェームズ・ヘックマンは、就学後の教育の効率性を決めるのは、 就学前の教育であり、特に出産直後の教育環境が重要であると実証的に明らかにしている。日本においては、この格差には大きく分けて二つあり、一つは、総合選抜入試やゆとり教育によって没落した、公立校とハイレベルであるが、学費も高い私立校の格差、もう一つは、ハイレベルな塾や、予備校へ通うことができる都会とそれができない地方との、 格差である。これら二つの格差の共通項は、どの親のもと、どの地域に生まれたかによって、大きな格差が生まれるという点である。日本においては、いずれの格差も最終学歴に大きな影響を及ぼし、最終学歴がその人の人生を左右する割合が大きいため、教育格差は世代を超えた格差の固定化につながる危険性が大きいとされている。 OECD 生徒の学習到達度調査で世界一の学力を示したフィンランドの教育の特徴として学校間格差が非常に少ないことが挙げられる一方日本の場合は学校間格差が非常に大きいことがわかっているアジア開発銀行の2012年の報告書ではアジアでは塾や家庭教師といった 学校外教育のために莫大な費用をかける傾向が強まっている。学校外教育は影の教育、シャドウエデュケーションとも呼ばれているが、アジア開発銀行の2012年の報告書では、学校外教育の加熱化は裕福な家庭とそうでない、家庭の間の教育格差を広げ社会的率の原因となる恐れがあると指摘している。学力格差とは、 同年代における学力、成績評価、進学状況等の格差のこと。また、格差がある状態そのものを指す場合もある。東京大学基礎学力研究開発センターが2006年に行った調査第5回基礎学力シンポジウム2006年度では、によって学力格差は広がるという分析が出ている。他には、 リスク社会移行に伴う二極化の際に、社会上層は学力の向上。例えば、良い大学に行けば良い会社に行けるを信じて勉強する。一方で、社会下層は学力の向上を信じずに、勉強をしても良い企業に入れるとは限らない。だから、勉強をする必要はないと考え、時に反発して勉強を放棄するため、社会下層において学力低下がより進行し、 学力格差が広がるとする意見もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。